皆さんこんにちは、朝日奈彩です。はい、今日はですね、私のバッグの中身、そしてポーチの中身を紹介していきたいと思います。今回私がこのバッグにしたのは、なんだろう、私最近お洋服とかでもモノトーンのお洋服が多くって、それにこうちょっとワンポイントアクセントになるかなと思ってこういうカバンにしているっていうのと、あと最近荷物がどんどん増えていっていて、このトートバッグだとやっぱり肩からもかけられるので結構いろいろと荷物をこうボンボン放り込んでいるという状態になっております。まずは携帯です。こういう感じ、こうちょっと変わった待ち受けなんですけど、で続いてはやっぱり夏なので日傘を持ち歩くようにしています。サンバリア100っていうところの、日傘なんですけれども、紫外線が 100% 入ってこないんですよ。この日傘は結構愛用していますね。はい、お財布はエルメスを使っています。これ両方エルメスなんですけど、小銭はまた別で持ち歩いているという形でございます。 AirPods、 これはボッテガの、AirPods のカバーなんですけど、こういう風に中に入れていて、で続いては GRX のカメラです。こんな感じ、はい、こんな感じでございます。こちら、これはですね、アクセサリーケース、撮影の前自分のアクセサリーをつけていたりとかした時にずっとこの中にアクセサリーを入れて使うようにしています。なんか中にはいくつかあったりとかして、あのシャネルのこういう指輪とか、あとはティファニーのこうネックレスとかをこうちょっと入れていたりします。こちらサングラスです。こういう風に4つ折りに畳めるサングラスがあって、こんなにこうね小さくなるアイテムってすごい少ないと思うので、こういう風にこれをつけております。こんな感じ、はい。で続いてはこれは無添加のデーツなんですけど、基本的にあのちょっと小腹が空いたなって思った時に、なんかこうドライフルーツとか、あとお芋とかナッツとかをあの入れてることが多いんですけど、今回はあのデーツを入れています。カバンの中に、ポーチが3つあって、1、2、3、はい、ちょっとこれは後でご紹介させていただくんですが、私カバンの中にそのまま日焼け止めを入れていてそうしないといつも日焼け止めを塗り忘れちゃうっていうことがあるので、いつでもこうカバンをこうパッて見た時に日焼け止めが視界に入るようにしています。こちらはラロッシュポゼの UV イデアの、ちょっとピンクが入っている日焼け止めになります。日焼け止めをこうちょっと手がベタベタしたりとかするので触りたくないなっていう時とかは、こちらの日焼け止めなんですけれども、この日焼け止めはこういう風にちょっと出したりとかするとそのまま日焼け止めを塗ることができるんですね。ポーチの中身を紹介していきたいと思います。まずはじゃあこちらから紹介していこうと思います。こちらは、エトロの、ブランドのポーチのものになるんですけれども、これはね誕生日の時だったかな、エトロさんからギフトでいただいて、AA ってこういう風にイニシャルもつけて、いただきました。江ノ島神社にある美白のお守りの神様がここにいるんですけど、もう肌が白くなりたいっていう願望があったので美白の神様をここにつけています。でこのポーチを開けると、まずは、リップが入っています。これはリップクリーム、ディオールのアイテムです。あとは、シャネル74番のアイテムです。どっちかっていうとこうちょっとピンクっぽいカラーになっています。であとは、ちょっとオレンジ味があるアイテムなんですけど、サンローラン4番ですね。こういう感じ、もっとモードに持っていきたいよねっていう時は、RMK の0602番のアイテムなんですけども、こういう風な感じでちょっとボルドーっぽい感じ
のカラーの4色を基本的に持ち歩いているかなと思います。イプサのコンシーラー、もうこれ本当大好きでもう何年使ってるか分かんないし、もう何回買い替えてるか分かんないんですけど、 SPF25 なのでそれこそ日焼け止めをね、こう日焼けをこう対策することもできますし、あとこうちょっとニキビができちゃったりとか肌荒れしちゃった時用のためにも一応こちらを持ち歩くようにしています。 TUP の、アイラインですね、ブラウンなんですけれども、ちょっとアイラインをこうつけたりとかすると、まあ、完全にすっぴんではなくちょっと目元にアクセントを持ってくるだけで、ちょっとメイクしてるようなこう顔立ちになるので、アイラインとあとこの眉毛のマスカラを持ち歩くようにしています。これはエテュセ、はい、エテュセのアイテムです。こちらは、シャネルの鏡ですね。これは、消毒ですね、ハンドスプレー。これはもはや見せるものかどうかわからないんですが、やっぱり撮影の時とかにこうちょっと何かこう食べた後とかだったりとかすると、ね、挟まってたりとかすると恥ずかしいじゃないですか。だから一応念のためこれを持ち歩いています。はい、綿棒が少し入ってたり、絆創膏を持ち歩くようにしていて、これは、インナーケアのアイテムをノースフェイスに入れてるんですけど、このノースフェイス本当はサングラス入れなんですよ。サングラス入れなんですけど、これなんかこうちょっと磁石になっていて、パカッて開くこともできるし、すぐ閉じることもできるので、あ、すごいこれ使い勝手がいいなと思って、この中にインナーケアを入れていて、例えばですけど、ビタミンを入れていたりとか、高濃度水素ゼリーを入れていたりとか、あとは、これは酵素ですね、ビーマイフローラの酵素を入れています。これは多分8年熟成だったと思います。プロテインを今私作っていて、ほうじ茶とチョコレートの2種類があるんですけど、なんかこうちょっと小腹空いたなって思った時とかすごいいいなと思って、こういう風に、持ち運びをしています。で、あとは、蜂蜜、ちょっと喉が痛くなったりとかする時があるので、そういう時にこれをこうパキッと割って、蜂蜜をこう飲むようにしています。続いてはこのルイ・ヴィトンのポーチなんですけれども、これ本当にね、いろいろ入るし、中が本当に可愛くって、ネイビーなんですけど、中がこうちょっと濃いめの赤っぽいピンクっぽい、赤かな、赤っぽい感じになってて、なんかこれがすごい可愛いなと思って購入しました。可愛いですよね。で、この中には香りのアイテムがすごいたくさん入っていて、プリマベーラヨガロールオンのスキンローションなんですけど、ここがロールオンになっているので、こういう風にくるくるっとしてちょっとリラックスしたいなって思う時は、もう大体この香りをつけています。で、続いて、これはネイルオイルですね、ウカのネイルオイルです。続いてこれもね、ルイ・ヴィトンの、これ香水なんですけど、こういう風にこうちょっとシュッシュッてしたりとか、手首にシュッシュッてしてこう香りを楽しむようにしています。すごい可愛くてお気に入りです。はい、で、続いてはこれはマスクスプレーですね。柑橘系の香りなのですっきりするようにしています。これはね、ハッカ油、これ大好きで大変だなって思ったりとかした時はこれをすごい使うことが多いです。あともう一つ、これが最後になるんですけど、アスレティアの、アロマルームミストなんですけれども、車で移動することがやっぱり多いので、車の中でこうシュッ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 ってしたりとか、まあ、あとこう今じゃこういう風に撮影してたりとかするときに、こういう風にシュッシュッってしたりとかして香りを楽しむためにこういうのを持っています。さあ、ということで今回は私のバッグの中身、そしてポーチの中身をご紹介させていただきました。楽しんでいただけたでしょうか。はい、少しでも楽しんでいただけていたら嬉しいなと思います。さあ、それではまたお会いしましょう。